こんにちは。今回は四角モチーフを紹介します。このモチーフは1段目、2段目、3段目で四角モチーフを作ります。編み方を編み図で説明します。1段目の最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。1段目は長編みを編みますので、鎖編み3目を編みます。間に入れる鎖編み2目も編みますから、最初に鎖編み5目を編んで、輪の中に長編みを編みます。鎖編み2目を間に入れながら長編みを編んでいきます。長編みは全部で7回編んで、最後の鎖編み2目を編んだら、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。そして次の鎖編み2目のところにも、引き抜き編みをして1段目が終わります。今回は極太のコットンの糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みはここから5目編みます。5目の鎖編みを編んで、最初の鎖編みに針を入れて、ここに引き抜き編みをします。この輪の中に1段目を編みます。最初は立ち上がりの鎖編み3目を編み、間に入れる鎖編み2目も編んで、鎖編み5目を編んで、輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて、引き出し、糸をかけて、2本の糸を引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長編みを編みました。糸端はできれば一緒に編み込んでください。鎖編み2目を編んで、輪の中に長編みを編みます。長編みは全部で7回編みます。鎖編み2目を編んで、輪の中に長編みです。鎖編み2目を間に入れて、長編みを編んでいます。これで6個の長編みができました。もう1回長編みを編みます。鎖編み2目を入れて、長編みを編みます。長編みが7個できました。鎖編み2目を入れて、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。3個目の頭2本を拾って、ここに引き抜き編みをして、これで1段目ができました。次の2段目を編み図で説明します。1段目で鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをしました。次の2段目で移る前にもう1回鎖編み2目のところに引き抜き編みをしてから2段目を編みます。2段目は長編み5目の玉編みを編みます。今回は未完成な長編みに鎖編み3目を作ります。鎖編み3目を未完成な長編み1目として、あと4回未完成な長編みを編みます。この目を全部一度に引き抜いて、長編み5目の玉編みにします。次は鎖編み5目を編んで、1段目の鎖編み2目のところに未完成な長編み5目を編み、これを一つにまとめて、長編み5目の玉編みにします。鎖編み5目を間に入れながら、1段目の鎖編み2目のところに玉編みを編みます。玉編みは全部で8個編み、最後の玉編みを編んだら鎖編み5目を編んで、最初の玉編みの頭に引き抜き編みをします。そして次も鎖編み5目のところに引き抜き編みをして、3段目はここから編み始めます。1段目で鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをしました。もう一回隣の鎖編み2目のところに引き抜いて、鎖編み2目のところに移動します。次は玉編みを編みます。未完成な長編み5目を編んで玉編みにしますが、最初は鎖編み3目を編んで、この鎖編み3目を未完成な長編み1目とします。次は針に糸をかけて、鎖編み2目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、未完成な長編みを作りました。あと3回同じところに未完成な長編みを作ります。未完成な長編み4目と鎖編み3目を一度に引き抜いて、長編み5目の玉編みとします。鎖編み5目を編んで、次は隣の鎖編み2目のところに未完成な長編みを5目編みます。1、2、3、4、5、5目の未完成な長編みを編みました。これを一度に引き抜いて、長編み5目の玉編みができました。鎖編み5目を間に入れて、次の鎖編み2目のところに玉編みを編みます。未完成な長編みを5目編んで、すべて一度に引き抜いて長編み5目の玉編みができました。鎖編み5目を編んで、この編み方をここまで編みます。長編み5目の玉編みを編み、鎖編み5目を編んで、ここまで全部で玉編みを8個編みます。長編み5目の玉編みを7個作りました。最後のところです。鎖編み2目のところに未完成な長編み5目を編んで、これを一つにまとめて玉編みにします。次は鎖編み5目を編んで、最初の玉編みの頭に引き抜き編みをします。最初の玉編みの頭は鎖編み3目を編んだ。その次の、ここが玉編みの頭ですから、ここに頭2本を拾って、引き抜き編みをします。そして次の鎖編み5目のところにもう一度引き抜き編みをして、この位置に移動しておきます。次はここから最後の四角モチーフにしていきます。2段目で玉編みを作り、最後に引き抜き編みを2回したところから、次は3段目です。3段目は長編みを編みます。引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、鎖編み5目のところに長編み3目を編み、鎖編み3目を編んで、次は鎖編み5目のところに長編み4目を編みます。これが角になります。鎖編み2目を編んで、鎖編み5目のところに細編み、鎖編み2目を編んで、次の鎖編み5目のところに角の編み方です。長編み4目、鎖編み3目、長編み4目を編みます。次の鎖編み5目のところに、鎖編み2目を編んでから細編みを編み、鎖編み2目を編んで、次の角を編みます。これを繰り返して、最後は鎖編み2目で細編みを編み、鎖編み2目を編んだところで、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして、四角モチーフが完成します。次は3段目で四角モチーフにします。鎖編み5目のところに引き抜いたところから、鎖編み3目を編みます。この鎖編み3目は長編み1目とします。同じところに長編み3目を編みます。長編み3目を編み、角の鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み5目のところに、今度は長編み4目を編みます。これで角ができました。鎖編み2目を編んで、次の鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み2目を編んで、次の鎖編み5目のところに角を編みます。鎖編み5目のところに長編み4目を編みます。長編み4目を編み、鎖編み3目を編んで、同じところに長編み4目を編みます。これで角が2つできました。次は鎖編み2目を編んでから、次の鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み2目を編んで、次の鎖編み5目のところに角の編み方です。長編みを4目編みます。長編み4目を編み、鎖編み3目を編んで、同じところに長編み4目を編みます。これで3個の角ができました。鎖編み2目を編んでから、次の鎖編み5目に細編みです。鎖編み2目を編んで、次の鎖編み5目のところに最後の角を編みます。長編み4目を編みます。長編み4目を編み、次は鎖編み3目を編んで、同じところに長編み4目を編みます。次は鎖編み2目を編んでから、鎖編み5目のところに細編みを編み、鎖編み2目を編んで、最初の鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをして、これで四角モチーフが完成します。この糸は切って後ろの目立たないところにとじ針で糸始末をしてください。そしてこちらの糸は編み込んできた糸ですから、このまま切って大丈夫です。3段目で完成する四角モチーフを紹介しました。1段目、2段目、3段目で四角モチーフにするかわいい形のモチーフです。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。